のジャバンは。ユタボンくんのツイッターアカウントが、偽物に乗っ取られたとか騒ぎ出してから、中村幸也様は鍵をつけたり外したりを、繰り返すという謎のムーブをしておられました。思春期の女の子じゃないですから、かまってちゃんムーブは勘弁してください。おっさんが思春期女子みたいなムーブして、社会的に許されるわけないでしょ。中村幸也様は鍵をかけていた間、だいぶストレスが溜まっていたのか、鍵を開けるなりこんなツイートをしました。普段は重箱の隅をつつくかのように荒探しをして、無理やりこじつけてユタボンを叩いている奴らが、アカウント乗っ取りという、犯罪行為を行ったものに対して非難せず、面白がって犯罪行為に乗っかっている、いじめる口実が欲しいだけなのに、正義の名を語るようなゴミどもは、本当に一貫性も公平性もない害悪害虫。どうですか皆様、ビッグファーザー幸也からの、ありがたいお言葉ですよ。まずこのツイートには間違っている点が、いくつかありますね。まずこじつけでユタボンを叩いているという点、確かにちょっとイチャモンではないかと思える批判も、一部あるのは事実なんですけれども、全部が全部イチャモンみたいな批判というわけではないです。例えばバイクの件とか、前の車が横転した件とか、ホテルに迷惑かけて謝罪を一切しなかった件とか、スタディ号の購入希望者を無視した件とか、これこれ様の配信で著しく不適切な発言をした件とか、他にもいろいろありますけれども、真っ当な批判も結構ありますよ。まるで全ての批判がこじつけであるかのような、都合の良い印象操作をするのはやめてください。あるいはビッグファーザー幸也のことですから、本気で批判は全部こじつけだと思い込んでいる可能性も否定できません。あと乗っ取りに対して批判しない、とありますが乗っ取り自体は違法行為に当たる可能性があります。少なくとも私はだいぶ前からその可能性を指摘していますよ。乗っ取りはダメだけど、アカウントは面白いよね。そういうスタンスの人が多い印象を受けるのですが、幸也は考え方の一般化ができないのでしょうか。やっぱりちょっと幸也は、現実を歪めて見ている節があるのかな、というのがツイートから伝わってきます。こういうタイプの人には何言っても無駄ですね。さすがは不登校会のビッグファーザー、ユタボンの偽物、乗っ取り犯のツイートから引用します。拡散希望、アカウント削除される可能性が出てまいりましたので、万が一に備えて、別アカウントを作成しましたことをここにご報告させていただきます。なんと偽本、サブアカを作り始めました。サブアカはまだ一度もツイートしていないのに、解説から3日ぐらいで、フォロワーが1万7000人を超えています。偽物人気すぎやろ。このことからも偽物の人気の高さが伺えます。しかしこれに対してブチギレたのが、中村幸也様です。もろちん幸也からすれば面白くないでしょうから、怒る気持ちもわからなくはないんですけれども、幸也のツイートから引用します。ユタボンの名前で注目されているだけなのに、何を勘違いしてるんだか、調子に乗ってアカウント作ったところで、何者でもない奴が発信しても誰にも、相手にされなくてすぐに飽きられて終わるし、偽物は所詮偽物、中の奴に需要なんてねえよ。バカ、ブロック外したくらいで許されると思うなよ。震えて待て。いや、でもたった3日で、フォロワー1万7000人超えてるんですけど、ちょうど今の幸也のフォロワー数と同じくらいです。たった3日でフォロワー数で並ばれるという、完全に偽物が本家の人気を超えてて草、幸也の発言が間違いだったことが、数字で証明されてしまう格好となりました。ユタボンくんの名前で注目されているだけなのは、むしろ幸也の方ではないでしょうか。ツイッターのアカウント名にも、名前の後にユタボンのパパ、ってわざわざご丁寧に書いてあるぐらいですから、めちゃめちゃユタボンのパパであることを前面に押し出していますよね。いや良いんですよ。幸也の最大の長所なのでどんどん前面に押し出していった方が合理的です。最後までご視聴ありがとうございました。